多いよねです。元日の地震、これまでに経験したことのない大きな揺れでした。家族の無事を確認した後、自宅のある穴水町から私が向かったのは輪島市。到着したのは深夜2時過ぎでした。輪島朝市が炎に包まれています。土砂崩れで来れなかったんで、早く伝えなきゃっていうのは思ってました。無我夢中ですね、本当に。言葉は悪いかもしれないですけど、まあ、空襲の後みたいな感じでした。本当に取らなくちゃっていう思いもあるし、悲しかったし、覚えてるようでなんか覚えてないような感じもしますし。火災を撮影してから4週間ぶりに朝市を訪れました。あれから時が止まったままです。家具屋さんがあって、そこに名物猫がいたんですよ、タマっていう。でそれがコロナの時で、少しでもこうお客さん来てくれるようになったらなと思って撮ったんですけど、結構評判良くて、正直無事なのかなっていう。にぎわっている時も閑散とした時も、撮影に訪れた朝市、お世話になった人たちの安否を未だ確認できずにいます。電話番号しててもなかなかかけにくいというか、怖くてかけられないみたいなところはありますね。私がこれまで撮ってきた能登の美しい景色、人の営みや春夏秋冬の風物詩、当たり前だと思っていた日常が一変しました。この地震で私は大切な人を一人失いました。県外から輪島に帰省していた私のいとこの息子、小学5年生の男の子です。家屋の倒壊に巻き込まれて元日に息を引き取りました。もう小さい頃から僕の家にも来てくれて、こたつで眠ってるみたいな感じでいました。5日目ぐらいに家に戻ったら、というか僕の実家に行ったんですけど、年賀状が届いてて、6年生になりますって親戚でこうなんで、ご家族を亡くされた方は本当に辛いだろうなって。取材を続けてて、頑張っているとか、すごい素敵な話もいっぱいあるんですけれども、忘れられたらいかんなと思って、まだまだ、ね、大変な人がいっぱいいるんです。その人のことをこうやっぱり伝えていきたいなっていう、そういう思いになってます。今年初、そして地震発災後初の水揚げが行われています。私の仕事始めとなるはずだったブリの水揚げ、予定よりも7日遅れだった量は大量でした。網は傷んどらなんだからよかったけど、なんとか起きて魚取らせてもらって、これからやばいと頑張っていくしかないと思いますよ。日常を取り戻したい、何かしなくちゃ。取材を重ねる日々の中で、そんな思いにとらわれます。能登町では家族と避難しながら黙々と受験勉強する高校生に出会いました。奥能登にある11の酒蔵すべてが被災する中、こちらではお酒の元となるもろみを運び出すため、白山市の酒蔵が手を差し伸べました。めちゃくちゃありがたいという気持ちと、忙しい時期なのに申し訳ないという気持ちとあります。一日も早く皆さんのご支援いただいたもろみを酒にしてお届けできればなと思ってます。被災しながらもたくましい姿に力をもらいました。僕の家です。
おお、着いた。電気水道が止まっていた穴水町の自宅、3週間ぶりに戻ると電気が通っていました。もう最初はもう全部倒れてたんで、奥さんとか友達とかと一緒になんとかこれでも少し綺麗になった方です。今僕実家の方に避難してます、はい。妻は児童養護施設で働きながら寝泊まりし、3人の娘のうち一緒に住んでいた中学1年生の三女は金沢の大学に通う児童のもとへ避難。家族全員バラバラに暮らしています。なかなか会いに行けない。すれ違い中、まあもともとアナビズ商店街を撮影するのは地震が起きた元日以来です。子供の頃から慣れ親しんだ風景はすっかり変わってしまいました。西尾さん、もう水来たんですか？水来ましたよ。あ、そうなんですね。僕桜町まだ全然なんですけど。町の写真館の西尾さん、建物の被害は小さかったのですが、成人式が中止となり仕事に影響が出ているといいます。人がいて成り立つ商売だし、何件人が残るか分かんないでしょ。いやでも西尾さんがもうここ残ってやっていくってのはすごい、僕はもう元気もらいました。能登の祭りといえば七尾の青白祭、そして夏の切子祭り。大丈夫ですね。折れたりはしてないですもんね。地元の祭りで担ぐ切り子、幸い目立った損傷もなく無事でした。よかったです。今日は片付け、僕まだ全然。青年団の団長大志君、奥さんと子供たちは金沢に避難しています。去年やっと一回久しぶりにできたと思ったら、また今年こんな感じなんで、まあ物があっても人間が不乱ことにはどうにもならんから、この時になってみると何とも言えん感じかな。町を離れて戻ってこないという人もいます。それでも私はカメラマンとして能登を見つめ続けたいと思っています。その彼らの判断っていうか選択は全然間違いじゃないと思ってますし、まあ、寂しいですけどね。でもみんな好きで能登離れるわけじゃないから、まだまだひどい風景だと思うんですけど、今度復興してったりとか綺麗な能登の姿をそういう人らのために見せてあげたいなとは思います。小僧さん自身も非常に苦しい中での取材だったと思いますけど、この1ヶ月で被災地の皆さんの言動だったり何か変化というのはどう感じましたか？そうですね、2日前に輪島朝市の方に電話しました。地震と火災で家とお店を失ったんですけども、今避難所生活を送ってましたが、頑張りましょう、またお会いしましょうねとおっしゃってました。不安を抱きながらもですね、諦めず前を向く、今そんな姿や声が増えているような気がします。保蔵さんは本当に能登が大好きというのがもういつもお話ししてても伝わるんですけども、これからも能登を撮影し続けたい、見続けたいという話もありました。これから取材を通してどんなことを伝えていきたいですか？そうですね、風景は変わってしまったんですけれども、助け合いながら能登に暮らす人の優しさは変わっていません。その中でこれから生活に不安を抱く人たちの問題や課題、そして復興に向けて頑張る人たちのその姿を、私は大好きな能登から伝え続けていきたいなと思っています。